西郷どん、30、怪人、岩倉朋美、2018年8月12日、日、20時分20時45分、の放送内容、吉之助、鈴木亮平、は、一蔵、栄太、と共に朝廷工作の切り札として岩倉朋美、笑福亭鶴瓶、を訪ねるが会えば金の無心、かつて凄、腕と謳われた男は正気を失っていた。番組内容、今日に戻った吉之助、鈴木亮平、配置蔵、栄太、と共に朝廷工作の切り札として、岩倉朋美、笑福亭鶴瓶、を訪ねる。岩倉は下級の公家ながら、かつて孝明天皇の妹、和宮家と将軍徳川は縁持ちの縁談をまとめた凄腕。しかし今は朝廷から追放され貧しい蟄居、生活を送っていた。正気を失い合えば金の無心、どうも当てにならない。そんな時桂小五郎、玉山鉄二、と岩倉の家で再会。薩摩は裏切り者と憤る桂に一蔵も激怒。異色即発の事態となる。出演者、出演、鈴木亮平、栄太、錦戸明、堀井新、大野拓郎、松田、翔太、高梨、中村寺太、老、国広富幸、玉山鉄二、笑福亭鶴瓶、語り、西田敏行、原作、脚本、原作、林真理子、脚本、中園美穂。